ポケットモンスタースカーレットバイオレット、こちらにおいて最も入手が難しいと言われているポケモン、こちらの公式限定配布が正式に決定いたしました。いや、これはかなり大きいんじゃないか。しかもね、このポケモンに関しては自力ではゲットできないポケモンだから、なおさらすごいなと思いました。これに関しては通信前提のポケモンだからさ、なかなかね進化させるのが大変なんですよ。さあ、そういったところで具体的にどういったポケモンが限定配布となるのか、そちらについて今から確認していきましょうか。で、その他にもいくつかトピックスがございますので順番に紹介していきましょう。そしてもしよろしければこのタイミングでチャンネル登録、そして高評価もお願いいたしますね。で、まずですね、こちらから取り上げていきたいわけなんですが、ポケモン SV 大会チャンピオンのイルカマンが、イルカマン、まあ、どっちでもいいわ。まあ、こちらが配布決定と。で、ソロ勢もですね、これで図鑑登録が狙えるチャンスというところで、自力でこちらのポケモンに関してはゲットすることができないんですよ。なので、誰かの手を借りないと捕まえることができなかったんだけど、この度なんとね、限定配布が決定したというところで、ぼっち勢救済ですよ。で、特にですね、この動画見てる中でも、まあ、この動画見てる中っていうか、まあ、どれぐらいの方がこれ持ってないかわからないけどさ、多分この動画見てる人の中でも持ってないぜっていう人は比較的多いんじゃないかな、どうでしょうか。で、このイルカマンなんだけど、ヨーロッパ国際選手権でイルカマンの配布コード公開へ、このイルカマンは2023年2月に開催された公式大会オセアニア国際選手権にて優勝者の、これはガビン氏で合ってんのか、ガビン氏が使用したものです。ポケモンの大会では直近の大型大会の優勝者が使用したポケモンが配布される傾向にあり、今回のイルカマンは現地時間4月14日から4月16日に開催されるヨーロッパ国際選手権のどこかで合言葉が発表されます。ソロトレーナーにも嬉しい入手チャンスっていうところで、配布されるイルカマンは特別なボール、プレシャスボールに入れて配信、性格は意地っ張りで持ち物は神秘の雫、覚えている技はジェットパンチ、ウェーブタックル、黒い霧、守るです。またイルカマンは波イルカからの進化条件が、他プレイヤーとのマルチプレイ中波イルカをレベル38以上に上げること、そしてマルチプレイが必須に、もしくはテラレードバトルから低確率で出現と。マルチプレイに抵抗のある人はソロで楽に図鑑を埋めるチャンスですので、この機会をお見逃しなくと、まあ、そのような形で書かれておりますと。まあ、そういったところで、こちらがかなり話題となっておりますので、ぜひ皆さんゲットしていきましょう。いやー、けどこれはね、かなり楽しみでござるね。で、おそらくではあるんですが、4月16日まで、こちらですね、大会が開催されておりますので、おそらくではありますけど、16日まではコードが公開されることは、ないかと思いますね。まあ、そういったところで、こちらのイルカマンがかなり話題となっておりますので、まあ、相当楽しみでございますね。いやー、来たか。ついにこのタイミングで。マジでびっくりよ。ただ、見た目はね、波イルカと全然変わらないよね。ただ、特性が例のあれなので。ね。一回引っ込めると、こういったね、見た目になってしまうと。さあ、そういったところで、こちらの限定配布が正式に決定しましたので、皆さん、楽しみに待っておきましょうか。はい、まあ、そんな感じでございます。で、次のトピックス行きましょうか。で、次のトピックスですが、こちらとなっていて、ポケモン SV、ランクバトルのシーズン5が開催中です。バトルに参加できるポケモンも増えました。
ポケモンジャパンチャンピオンシップス2023の予選も楽しみですっていうところで、こちらもですねエントリーが確かもう締め切られたんだっけな、どうだっけ、まだこれやってるんでしたっけ。まあとりあえずねこちらですね今予選も開催されるというところで、あ、4月7日か、あ、4月7日金曜日9時から開催かっていうところで、もうすでにこれ始まってんのかまあランク版に関してはすでにね4月1日から適用されておりますが、インターネット大会も別途行われる予定でして、でこちらがですね確か数日間にわたって行われる予定だったはず。まあ多分この動画出る頃にはすでにね開催されてるんじゃないかなと思いますね。で次ポケモン GO プラスっていうところで、こちらの詳細もですね改めて展開されておりました。もし購入予定の方はこちら確認いただければと思いますね。で日本円に換算すると約6500円から7000円ぐらいか、それを考えるとちょっと高いよね。まあ7000円は言い過ぎか、6500円ぐらいか。まあそんなところでポケモン GO プラスなるものがなんと発売予定となっていると。でタイプ C にこちらですね対応してるみたい。まあそんなところでポケモン GO をやってる方がどれぐらいいるかわかんないけど、ただポケモンホーム経由でなんとポケットモンスタースカーレットバイオレット、こちらの世界にポケモンを送ることが可能となっておりますから、まあそれを考えるとまあ一定の需要はあるんじゃないかなと思いました。で次ポケモンセンターがかなり話題となっていると。でこちらですねツイッターのトレンドにも上がっておりましたので、割とですね話題になっているのかなと思いました。でこれっていうのが、ポケットモンスターじゃねえわポケモンセンター、25周年記念だっけな、俺の記憶が正しければ25周年記念か。そうで具体的には4月15日で、25周年迎えると。ですので1998年にオープンしたのか、まあ、そう考えると結構ですね歴史長いよな。まあ、そんなところで25周年記念のこのようなグッズが限定発売となるみたい。なのでもし興味ある方はぜひご覧いただければと思います。でまあそんな感じでしょうか。であとはですね4月15日ポケモンセンターの日というところで、ポケモン GO ポケモン交換会なるものがねなんと行われるみたい。でこちらでもですねポケモン GO 関連の情報が出ておりまして、最近ポケモン GO が本当にすごいよね。そして4月がお誕生日月の お友達にお知らせだよというところで、お誕生日月にポケモンセンターオンラインでお買い物、もしくはポケモンセンターにお誕生日を証明するものを持っていくとポケモンセンターワクワクお誕生日サービスが受けられると。で詳しくはこちらをご覧くださいと。でスカーレットバイオレットにおいてはフラベベを受け取ることが可能となっております。でその他にもですね実は特典がいくつかございますので、もし興味ある方はこちら各自でご確認していただければと思います。よろしくお願いします。まあそんなところでポケモンセンターもだんだん熱くなってきましたね。で次こちら行っていきましょう。でこちらなんですが、ソアリングミラージュとアイアングレイスの正式発表、詳しくはインスタでっていうところで、こちらがですねかなり話題となっていると。はい、いやーけどなんなんでしょうね未来の姿、古来の姿か。まあそんなところで、まあ、シェイミの未来の姿がリアルすぎてびっくりするんだけど、これは果たして何なのか。で次こちら行ってみましょう。で次なんですが、空飛ぶ豚っていうところで、実はねイルカマンの他にも限定配布が行われておりまして、でこちらですね海外のみ限定配布となっていて、こういった形でリアル店舗に行くとコードを受け取ることが可能となっていて、で今更ながらですね空飛ぶ豚
こちらがね、なんと限定配布となっております。ただぶっちゃけいらないんだけど空飛ぶ豚ってなんだよみたいな感じなんですが。で次、ポケモンの新しいアニメにはストーリーの進行に応じて変化するサブタイトルが付けられると。でこちらもですね、別途情報が出てますね。最初のサブタイトルはリコとロッドが旅立つっていうところで、これはロイのことを指しているのかな。さあそういったところで、今まではポケットモンスターにはサブタイトルはございませんでした。ただ今回からですね、なんとサブタイトルが登場するというところで、これから皆さん楽しみにしておきましょう。で初回に関してはリコとロイの旅立ちって形になってますね。まあそんな感じでしょうか。でアニポケに関しては、初回がね4月14日に放送予定となっていて、で初回のみ1時間の限定スペシャルとなってるみたい。まあ1時間っていうところなので結構ですね、長いねって感じ。で次、メタモンレイドっていうところで、メタモンレイドがめちゃくちゃ話題となっていると。いやメタモンレイドすごいね。そしてなんと色違いも出てくるんですよね、メタモンレイドって。そうで今ですね、大剣機とメタモンのレイドバトルがこちらですね開催されておりまして、多くの方が現在進行形でやっているんじゃないかなと思いますね。で中にはね 6V のメタモンも登場するみたいだから、まあ、これはこれでね楽しみかなというところですが、皆さんこちらプレイされてますでしょうか。ただ時期が悪いよね。以前の動画でも話してたけどさ、そう発売してからだいぶ経ってるからだいぶ経っておりますので、それを考えるとまあメタモンはどうなんでしょうね。もうみんな持ってるっていうか揃えてるからさ、これ以上必要かって言われると難しいところがあるよね。まあそんな感じでございます。まあそういったところで数多くのレイドバトルが開催されておりますので、でこちらに関しては4月10日月曜日8時59分までとなっているため、もしまだやってないよっていう方はぜひこの機会にやってみてはどうでしょうか。はい、ということでそんな感じでございます。いやーけどメタモンレイドってね、まあ需要はあるっちゃあるけど、なんか時期が本当に悪いよな。いやもうちょっと早くねレイドバトルが開催されてたら全然ね使い道があったんだけど、メタモンはな今のタイミングだとぶっちゃけいらねえかもな。まあそれより俺はイルカマンが欲しいわ。はい、ということで今日はですね情報について軽くまとめさせていただきました。まあこれからも継続的にポケモン動画撮っていくので、ぜひこのタイミングで高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあのー。